参議院議員参政党副代表兼事務局長の神谷総平よりご挨拶演説よろしくお願いいたします。はい、どうぞ皆さんこんにちは。参政党事務局長で参議院の神谷総平です。演説会だいぶ長くなってますが、今日はですね、予備もしないのに2人応援ベースが来てくれて、はい、朝見たら2人からメールが同じほぼタイミングで来ていて、なんか神谷君大阪おるらしいやんと、わしもおるということだったので、せっかくあの2人とも参政党の応援団ですから、まあ、短い時間になるかもしれませんけども、応援の弁をいただきたいと思います。今回の候補者吉田浩二さんですけども、もう一人も浩二さんです。三重県から来ていただいた赤塚浩二さんにですね、応援の弁いただきたいと思います。赤塚さんよろしくお願いします。吉田浩二さん、はい、赤塚浩二です。なんでここに立ってんだか。仲間を連れて鹿児島に旅に来てました。それは私が昨日行った場所は知覧という場所です。そして一昨日行った場所は仲間と一緒に行った大隅半島の内之浦という場所です。私の師匠が糸川秀夫という、一番初めにハヤブサ戦闘機という設計を飛行機を設計して、やがて日本が戦争負けた後、飛行機作っちゃいけないって言われて、糸川秀夫は飛行機を作るのを諦めて、でも日本は世界に負けちゃいけない、だから何をして考えたんだね、自分が作った飛行機が250キロの爆弾抱えて守りたい命がアメリカの戦艦に向かって突っ込んでいく。糸川秀夫は僕に言いました。赤塚さん、僕が作った飛行機は僕の子供なんだよ。子供に人殺しさせたい親がどこにいるか。ポロ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 涙を流して、だけど日本が世界に負けることはもっと耐えられない。人が乗らなくても目的地に届く、そんな乗り物はないだろうか。日本のために一生懸命考えた糸川秀夫が作ったのは、わずか23センチのペンシルロケットと言われるおもちゃみたいなもんですよ。みんな笑いましたよ。そんなおもちゃが何やってんだって東大の先生が。違う、前例がないからやってみよう、前例がないことから始まるんだ。わずか23センチのペンシルロケットが、カッパロケット、ラムダロケット、ミューロケット、ついにそのロケットが日本で最初人工衛星打ち上げましたね。世界で4番目の人工衛星打ち上げたの鹿児島なんだよ。名前がついたでしょう。一番最初1970年2月11日建国の日に、建国記念日に上がった人工衛星の名前大隅だよ。鹿児島が立たなくてどうするんですか。今糸川秀夫が上に登って日本のために、今私を使って、そう、日本のためにエネルギーを下ろしてください。だから僕はみんな連れて鹿児島に来るんですよ。ここからエネルギー立ち上げなきゃ日本変わんないって。糸川秀夫の最後の仕事は日本とイスラエルという国をつなごう、アメリカ、ヨーロッパ、そんな国と付き合って日本滅びる。じゃあどこしか、世界で付き合うべき国、学ぶべき国はイスラエルを置いて他にない。なぜか、一回滅びた国がもう一度作った国を、そんな歴史は人類の歴史の中でイスラエルしかない。みんなそう言うとユダヤだ、金融だ、陰謀だって言うけど、一回見てくださいよ。あれほど国を愛する、愛国心のある塊はないから。我々が戦争で負けて、未だに負け続けて、自分の国がいつ誰が作ったか言えないような、そんな中で思考停止してませんか。私の娘が15歳の時にアメリカに行って、アメリカのテロの後に行ったから、一人娘ですからね、
みんなそんな時によくアメリカに出すな、そんな時に怖くないんですかって言われました。一人娘アメリカに出すなんて怖いに決まってるでしょう。一人娘アメリカに出してごらんなさいよ。嫁さんと最近なんだよ怖いよそっちでも大河崎を耐え、忍び崎を忍び、1年間娘をアメリカに送って、帰った娘がお父さん私は恥ずかしかったって言うんだよ。アメリカでホストファミリーのお母さんに、あなたの国は誰が作ったのかって聞かれて、知らないって言ったら信じられない。で、何しに来たのか、アメリカと世界を勉強しに来た。冗談じゃない。どうして知らないのか、教えてもらってないって言ったんだって。そしたらさ、あなたが自分の国の歴史知らないの、教えてもらってないからじゃない、あなたが国を愛してないからだって。自分の国を愛せない人がアメリカを愛することができるわけないでしょうって、世界を愛するわけないでしょう、信頼されませんよ。そしてお父さん、日本のことを教えてって聞かれました。42歳の私が答えられなかったんです。なぜか、知らないことも知らなかったから。でもね、今の現状はそうなんですよ。私はイスラエルという国に行って、国が滅びることを見て、国があるのは当たり前じゃないと思った。だからこそ、魚に水が見えないように、鳥に空気が見えないように、日本人には日本が見えないし、今私たちは一回離れてしっかり見なきゃいけない。そのためには神谷君やこの浩二さんみたいな人が出なきゃいけないんだよ。大事な場所です。もう本当にさ、仲間と一緒に旅しててこんなとこ立たされて小学校の時に教室で立たされて、廊下に立たされて、校長室に立たされて、またこうやって駅前に立たされて、何やってんだと思いますけど、ここでみんなに本当にこうやってご縁やって、皆さんどうか伊勢から来た赤塚がなんかちらっと言ってたな、自分のこと、日本のこと気づかなきゃいけないなって言ってたなっていうことを思い出すからね。大切な男です、神谷総平、僕の大親友です。応援してください。応援してください、鹿児島。もういいじゃあ、今日は皆さんね、賛成と、そして小石さん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。僕は、ちょっとどうでした。ありがとうございました。赤塚さんもですね、いろいろ歴史の本なんかも書かれている、そういうね、講演家の方ですね。はい、もう皆さん一講演今聞いた感じで、はい、お得感を味わって歌いたいと思いますが。